どうも、世界を旅する取材者めぐるでございます。さあ今回はエジプト旅行記のまとめ上げていきたいと思います。エジプトこれから行こうと思っているあなた、エジプトをちょっと今回まあ我々が回った感想なんかもね、この動画ではまとめていきたいと思います。さあまずはエジプト10点中 9.5 点、ここもう数少ない金ないバッパーのオアシスじゃないですか残された秘境というのはもうこういうことかと。まあこのワールドリポートチャンネルずっと見ていただいている方は重々ご存知だと思うんですけど、今この日本から出て行ってめちゃくちゃ当時みたいに安いなとかね、1万円使って豪遊できるぜみたいな国っていうのはどんどん少なくなっています。まあその極端な例で言うと、例えばタイとかね、今バンコクなんか行っても1万円持ってたってすぐなくなりますよ。場所によっちゃ日本と変わらないような物価だったりとかね、するようなところところがある中で、やっぱりこの10年20年で海外と日本のこのバランス、物価感だったりとかって結構変わってきてるわけで、今やっぱりだからいろいろ昔の常識だったことが常識じゃなくなっている中で、エジプトっていう国に関してはめちゃくちゃ我々お金がない組でも引き続き安価で旅ができる数少ない国なのではないでしょうか。もうこの安さは結構まあね、一緒に旅してるバッパの子たちともいろいろ話すんですけど、インドと肩を並べるぐらいだと思います。まあもちろん物によってはっていうフィールドがあるんですけど、僕の感覚的には相対的にはインドと肩を並べるぐらい安いんじゃないかなと思いますね。まあインドは結構ストリートフードが安いっていうのもあるんであれなんですけど、でもエジプトのねストリートフードだって物価調査の時見てもらいましたけど、あのレバー入りのパンとかもすごく安かったりとかしたし、かなりそういう意味では安価でドミトリーのレベルとかも非常に高いし、僕たちなんか本当にカイロのダウンタウンの近くとか泊まったんですけど、800円とかでめちゃくちゃ綺麗なドミだったよね。あそことかすっごい良かったよね。なのでかなり物価は安くて楽しめるんじゃないかなと思います。がゆえに長期滞在者も多いですね、ここはね。まあ僕たちが行ったアレキサンドリア、カイロもねエジプトピラミッドあるし、あとはアスワンだったりとか、あっちのまあナイル川沿いの史跡巡りみたいなのもすごくいいし、あとやっぱシナ半島のダーブとかね、あっちの方とかもすごくいいし、まあ、僕はスキューバ野郎ではないんですけど、スキューバをやる鉄平とかからすると、もうあの辺っていうのは世界一なんなら安いんじゃないかっていうぐらいの価格でスキューバダイビングとかができたりで、しかも航海じゃないですかね、赤い海と書いて航海、レッドシーがあったりとかするので、もう本当に楽しい場所じゃないかなと思います。現在ボイシーでは旅の最新の情報を月額1000円で、だいたい月15本以上ぐらい、しかも1回10分以上の放送となっております。僕元ラジオ DJ のめぐるがですね、音声メディアで旅の今の最新情報をお届けします。 YouTube だとどうしてもちょっとラグができてしまうのと、あとはですね言えないこととか上げられないこととかあるんですよ。そういう裏情報も含めて結構濃密な内容の放送になっていますので、下記概要欄からぜひともご参加登録よろしくお願いします。さあでは三種の神器ちょっと見ていきたいと思いますけど、まずお金、これね少し気をつけなければいけないのが、キャッシングができる場所がちょっと少なかったように感じました。結構あれだよね、ATM たらい回し食らったよね。食らいました。あそこ下ろせない、ここ下ろせないみたいな。でクレジットもまだなんかやっぱりその進んでない国がゆえに使えるところと使えないところとかが結構あったりしたので、それが大変だったなと。ファーストキャッシングみたいなので、すでになんかこう打ち込んである額の金額だったら下ろせたけど、自分が入力しようと思った任意のアマウントは下ろせないとか、そういうのも結構あって、キャッシング少し苦労した国の一つでしたね。でまあクレジットカード使える使えない問題もあるので、ちょっと現金は持っておいた方がいいかなという国ですね。次 SIM カード、これは安かったです。はい、ただ僕たち20ギガと言われて結局10ギガしか使えなかったっていうオチがあったんですけど、まあ空港とかでも買えるので、はい、1000円しないぐらいでかなり安い部類に入る国じゃないかなと思います。で交通事情に関しては、まあ、他の中東の国と一緒でカリームだったりとかウーバーが使えるし、ものすごく安いのでこの辺を使ってもらえればいいかなと思うんですけど、さらに安い方法があって、あれは乗り合いのバンを見つけるんですね。例えばハイエースみたいなのに8人とかこう乗っていって、行き先だけこううまく伝えられればめっちゃ安く乗れるんで、本当に10円とかね、そんなんで移動とかできたりするんで、かなりおすすめですが、まあ、アラビア語が話せない我々にとっては結構ハードルが高いっていうのが一つあるので、
まあ、ちょっと難しい部類の乗り物ではあるんですけれども、一番安くローカルの人たちみたいに乗りたいんだったら乗り合いのバンが究極に安いです。一箇所からまたその一箇所の場所みたいなのはバスとかが出たりとかするんで、あの辺は別にそんなにややこしくなかったよね、そこまでね。だからあのバスセンターみたいなところからこうちゃんと出たりとかするんで、国内の移動とかも、まあ、バス飛行機この辺も乗りやすいかな。で治安に関してはすっごいもういいです。まあ過去やっぱりあのデモとかがねあったりとかしたっていうところでは、まああのやっぱりそういう問題とかがあると大丈夫なのかなということで行くことをためらった方がいて、まあ、実際それでエジプトへの観光の足取りが重くなり、まあ、さらにその自国経済外貨が入ってこなくなってきつくなったみたいな歴史もあるので、まあなんか本当はデモしたいけどやっぱデモでいろいろなことをね変えてきてる歴史もあったりとかするので、ただまあ自分たちの生活にも響くからデモできないみたいな、まあそういう内情も結構あるらしいですが、まあ今そういうなんでしょう、治安みたいなところっていうのは結構安全だったりとかするし、本当に一部のやっぱ有名観光地でザーって声かけてくる人たちがいるので、まあ僕たち動画も出しましたけど、そこの部分だけうまく対処すれば基本的にはもうみんなめっちゃいい人だしノリノリなんで、うん、あのオープンに結構楽しめる国なんじゃないかなと思います。であとお酒飲まれる方に関してはあのドリンキーズっていうところがあるんで、ここでお酒買えたりとか、あとはねリカーショップって Google マップとかで入れてもらえるといろいろあのお酒とかも買えたりとか割と安価で買えたりとかする国なので、お酒飲まれる方も楽しいんじゃないかなと思います。ということでございまして、もうポイントを押さえればね、エジプトは本当に皆さんにとって楽しくなること間違いなしの、旅行先。まあ今は極端にねちょっとエジプトの経済が冷え込んでいて、エジプトポンド安というところが、まあ、我々日本人にとっては、まあ、円安で結構きつい中ではあるんですけれども、まあ、相対的に見てまだまだ安く楽しめる国。エジプト自体も結構インフレが来てるとは言われているんですが、それでも僕たち結構安く感じたので、まあ逆に言うと地元の人たちはねものすごく苦しい生活を強いられているということではあるんですけれども、ただ皆さんがやっぱ観光に行っていただいてお金を使うっていうことがねエジプト経済の支えにもなると思うし、現地の人たちも嬉しいと思うので、ぜひここに遊びに来てエジプト旅行を満喫していただければと思います。ということで我々の世界旅行、まだまだいろんなところに行って今の現地の模様を伝えていきます。皆さんからのコメント高評価、そして何よりチャンネル登録が励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。それで皆さんまたお会いしましょう。 Have a good trip! バイバイ。ワールドリポートチャンネル、この番組はエネテク、スズラン鍼灸接骨院、カフェドベルの提供でお送りしました。ワールドリポートチャンネル、ご視聴いただきありがとうございました。さあ今回の旅の企画、そしてリポちゃんの運営はですね、皆さんからの貴重な寄付ご支援によって成り立っています。少しでも動画がいいなと思ってくれたあなた、少しでもその企画応援してやろうと思ってくれたあなた、ぜひとも寄付ご支援のほどよろしくお願いいたします。サイトはですね下のリンクから飛べるようになっているんですが、リポちゃんの寄付サイトに飛んでいただきますと任意の額を打ち込むことができるようになっています。クレジットもしくはペイパル両方とも対応していますので、あなたの貴重な寄付ご支援がですね次の旅次の取材へとつながっていきますので、何卒貴重なご支援よろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。